幼稚園の頃に遡る。すでに人より頭一つ高く、小学校では毎年10センチずつ伸び、卒業する頃には173センチ。さらに中3にもなると180センチを優に突破した。その頃好きな人に告白したけど、自分よりでかい女とは付き合えないと言われ傷ついた。現在185センチ。この身長を何度恨んだことか。一日、それは最低頭をぶつけることから始まる。普通のカモイだと必ずぶつかる。そして顔を洗う時もかなり腰をかがめないと洗面台には届けない。そして出勤、車で行こうと思ったけど、小さい車では体が窮屈で運転しづらく断念した。また会社では何かと私の背が高いのを利用して物を棚に上げさせたり下ろさせたり、一体自分の仕事は何なのか、とにかく断るごとに使われている。それはまるで脚立代わりのように。何よりも私を悩ませるのは彼とのデート。私より20センチ低い彼と歩く姿は、他のどのカップルと比べても明らかにアンバランスですごく恥ずかしい。一度でいいから好きな人を見上げてキスがしたい。この身長が私の人生を狂わせているのです。